新規フィックにモバイルアプリが登場しました。これでスマホで簡単に学習ができるようになりました。これまでも新規フィックの画面はスマホのブラウザーでご覧いただくこともできましたが、専用のアプリができたことでブラウザーで見るよりもより学習がしやすくなっています。このアプリは学習者用の専門のアプリです。このアプリを使って管理者が講座を登録するとかそのようなものではありません。あくまでも講座受講者が使うモバイルアプリです。では、設定の仕方を順番にご説明していきます。はい、プランは2種類です。自社ブランド向けにカスタマイズしたオリジナルのアプリ、これは有料で順番待ちになっています。有料って言ってもご自身でもしアプリを専用のアプリを開発してもらおうと思ったら通常何百万とかかかると思うんですけれども、それが月何万円とかでできるっていうようなものですね。なのでもうすでにコースでがっつりとで稼いでる方はですね、こちらの自社ブランド向けのカスタマイズしたオリジナルアプリを申請されたらいいかと思いますが、まあそこまでじゃないっていう方、まあ大概の方はそこまでじゃないって感じだと思いますので、その場合は今すぐ始められる新規フィックブランドのアプリ、これは無料で今すぐ始めれますので、こちらの方からまず行きましょう。で、今日はこちらの、新規フィックのブランドアプリのご説明をいたします。はい、ではこの今すぐ始められる無料のアプリの解説をします。はい、設定は簡単です。新規フィックの管理画面にログインしていただいて、このセッティングスをクリックしていただくと、今この動画を収録しているときまだベータ版なんですけれども、このモバイルアップっていうタブが出てきています。モバイルアプリのステータスをオンにするだけで始められます。これオンにしたらどうなるかと言いますと、はい、これですね、アクティベートアップですね、これをオンにしますと、はい、このような画面に変わります。これでもう完了です。モバイルアプリが有効になりました。有効になったら何が出てくるかと言いますと、ここに、QR コードが出てくるのと、あとダイナミックリンクっていうのが出てきます。このリンクを生徒さんにご案内すると、生徒さんは、新規フィックのアプリをダウンロードして、なおかつあなた専用のスクールが開くというような流れになります。はい、もう一度一から説明しますと、QR コードもしくはダイナミックリンクをスマホで読み込みます。アプリがダウンロードされてあなたの講座が表示されます。で、生徒さんはログインしてレッスンを開始するという流れです。はい、この QR コードダイナミックリンクとも iPhone、Android 両方に対応しています。これ読み込んだら iPhone の方は App Store が開きますし、で、Android の方は Google Play ですかね、が開くようになります。アプリをインストールしたら自動的に講座が表示されるはずなんですけれども、まあ、うまくいかない場合はアプリをインストールした後にこのダイナミックリンクを開いてもらうようにしてください。手動でアプリを検索して使う場合もお伝えしておきます。App Store か Google Play でですね、まずアプリをダウンロードしてください。アプリをダウンロードしてインストールしてください。このような感じのマークが出ていますね。はい。はい。で、続いてインストールしたらですね、画面にこのような新規フィックの画面がありますので、ここでスクール名を検索します。スクール名とかサブドメイン名を入れて検索してみてください。私の場合はこのミラスラボっていうやつなんですけど、これを入れますとですね、この、検索結果が出てきました。これが私の講座なんですが、これが表示されます。で、ここをクリックすると私のスクールのページが開くっていう流れになっています。ログインした時の受講生の画面です。スマホのブラウザーで見るよりもアプリの方が断然使いやすいです。で、これがトップの画面ですね。受講生さんが受講している講座がいくつもこう並んでいるような感じですね。そのうちの、例えばこれ一つをクリックすると、こうスタートっていうボタンがありますので、これをクリックして順番に動画、レッスンを見ていくっていうような流れです。で、この一つのレッスンをクリックすると、これが動画のレッスンなんですけれども、このように動画が表示されています。これこう横向きにするとちゃんと横向きの大きさになるようになっています。受講生の画面はこのようになっています。はい、
モバイルアプリでできることとできないことがあります。この動画を撮っているのが2023年5月なので、この2023年5月現在です。ベータ版なので随時アップデートされると思いますが、今、現在でできることがですね、こうテキストのレッスンですね、文章を書いてあるレッスンの分ですね、それはできます。あとビデオレッスンができます。で、音声だけのオーディオのレッスンですね、あとダウンロードしてもらうレッスンも OK です。あと PDF を表示されるレッスンですね。それからドリップスケジュールっていうものがですね、例えば30日後とか2ヶ月後とかそういう設定ができるんですけれども、そのレッスンのスケジュールもできます。このレッスンはですね、これを見ないと次に進めないよみたいな、こう条件付きのレッスン、そういったものもできます。それからこのチャプターが完成したらメッセージ出せるんですけれども、それも対応しています。はい。で、今現在できないことはですね、マルチメディアレッスンって言って、こう外部の、例えば Google ドキュメントとか、Google のスプレッドシートをシンキフィックの中で、こう、リアルタイムで共有できるんですけれども、そういったものは今できませんよ。それから、プレゼンテーションのレッスンができません。あと、ライブレッスン。Zoom とリンクしてライブレッスンができるんですけれども、それが今できませんと。主なのはそんな感じですね。それから、シンキフィックは、アプリをと連携できるんですけれども、そのアプリと連携することはできないと。それから、各レッスンにディスカッションって言って、いろいろコメントを入れれるんですけれども、それは対応していません。あと、フリープレビューですね。有料のコースの一部のレッスンを無料で見れるっていうような設定がシンキフィックでできるんですけれども、それの、無料プレビューはできません。あとですね、オフラインではアクセスすることができません。スマホにデータのレッスンをダウンロードして、それでオフラインの状態で、レッスンを受けるってことはできません。Wi-Fi などでインターネットにつながってる必要があります。あと、メニューの日本語化は今のところできません。パソコンで見たり、ブラウザーで見たら、ちゃんとこう日本語化されてますよね。アカウントを作るとか、ログインするとか。そこがですね、アプリの場合は日本語化できていません。英語で見るしかないんですが、とはいえですね、この辺ですね、オールとかコース、コミュニティーズとか、あと、ホーム、ラーン、ノーティフィケーション、この程度の英語なので、おそらく英語でも問題ないのではないかなと思います。モバイルアプリでできないレッスンはどういうふうに表示されているかと言いますと、ビューオンザウェブとかスキップレッスンと表示されます。例えば提出課題のレッスンがあるんですけれども、その場合はですね、一応こう表示はされるんですけど、これウェブで見てくださいねとか、あとスキップ、このレッスンはスキップしますみたいなボタンがあります。これがライブレッスンなんですけど、これもそうですね、ビューオンザウェブとかスキップレッスンっていうふうに書いてます。なので対応していないものはですね、このような表示になっています。そしてですね、モバイルアプリのみの機能もあります。ドリップレッスンといって最初から見れなくて何日後に見れますっていう、そのようなレッスンがあるんですけれども、このドリップレッスンがリリース、見れるようになりましたってロック解除された時にはですね、レッスンが可能になったっていうような通知がアプリで行きます。はい。それから、コミュニティをもし使われている場合はですね、登録しているコミュニティで何か新しい活動が発生すると、プッシュ通知でお知らせ。これがモバイルアプリのみの機能になっています。はい。では、スマホで実際にシンキフィックのアプリを見てみましょう。これがシンキフィックのアプリのアイコンです。はい、クリックすると最初こんな感じになっています。これはご自身のスクールのダイナミックリンクがない状態でシンキフィックのトップページが表示された状態ですね。ここで生徒さんにスクールを探してもらわないといけないんですよね。ここに入れるのはご自身のスクール名もしくはサブドメインとかでシンキフィック何々ドットシンキフィックドットコムみたいになってると思うんですけど、そのサブドメインを入れてもらうか、スクール名を入れて検索してみてください。そうすると私はこうミラスラボっていうこの英語なんですけど、これを入れますと、こんな感じで検索結果が表示されました。これが私のスクールなんですけれども、このように表示されたので、このスクールをクリックします。このようなメッセージが表示されたら、続けるをクリックします。ログイン情報、メールアドレスとパスワードを入れると、このような画面になります。ホームにいろんなコースが並んでいます。そしてこのLearnですね、Learnをクリックすると、マイコース、今生徒さんが登録しているコースがこのように並んでいる状態ですね。そして、勉強したいコースを選びます。そしたらこんな感じでコースが表示されます。で、スタートをクリックするとこのコースが始まりますね。
とても見やすいと思いませんか？一つレッスンを選んでみました。このレッスンはスピードなどを変えることができます。はい、それから、これは横にした状態ですね。動画をこう横にして見ることもできますので、こう小さい画面よりも大きな画面で見たいですよね。アプリはこんな感じですね。レッスンが終わったら、次のコンプリートで次のレッスンに進むっていうような感じで。ここがね、ちょっと英語になっていますが、これぐらいだったらそんな支障ないですよね。次のレッスンはこんな感じ、コースの画面の設定みたいな感じで、次のレッスンのタイトルが出てきています。今ベータ版の状態ではですね、ところどころ英語になってしまっていますが、まあ、これぐらいの英語だったらそんなに支障ないのんじゃないかなと個人的には思います。どうでしょうか？はい、はい、それからアプリではプロフィール、パスワードの設定ができます。それからコンタクトなんたらって書いてますけれども、これはですね、このコースの運営者にコンタクトが取れるよってことですね。あとコンタクトシンキフィック、まあ、シンキフィックにこう問い合わせる、こういう項目もあります。はい、お疲れ様でした。以上、シンキフィックのモバイルアプリのご説明でした。いかがでしたでしょうか？私個人的には普段パソコンがメインなので、シンキフィックのモバイルアプリ出たんだぐらいにしか思ってなかったんですが、普段スマホをメインにお使いの方は、うわ、アプリ出たんだ、嬉しいってすごい喜んでくださって、なるほどな、アプリって重要なんだって再確認しました。ぜひ、シンキフィックのモバイルアプリを使ってみてください。オンラインレッスンが作れるシンキフィック使い方マスターガイドという教材をご提供しています。100本を超える日本語で解説した動画と PDF、 それからサポートグループで1年間質問し放題です。また特典として動画編集や売れるコンテンツ、それからチャット GPT の使い方もご案内しています。一部のレッスンを無料でご覧いただけますので、無料登録もぜひしてみてください。またこの動画でご説明した資料やプラン別機能ガイドをダウンロードしていただけます。詳細は概要欄をご覧ください。